初はプロップペッパーからやっていきますね。朝はプロップペッパー出てガバッと出るといいな。サイズプロップペッパーウィードジャングルから出てきやした。シルバーメタリックのキラキラかな効果的ですね。いやーいいですねプロップペッパー。今これトップポーターのプロップペッパーをね投げてるのは TF の 66ML ですね。 TFGP66ML で、まあ、プロップペッパーだけじゃなくてトップポーター全般ですよね。ライディングペッパーみたいなペンシルベイトとあとはポッパーですよね。ポッパーは比較的軽量なんで投げやすさとかすごく重要で、あとはまあトップウォーターその3種類ぐらいですかね。そういうその辺のトップウォーターは全部これで1本で賄えてるんですけど、66あることによって結構ウィードが濃いところを引いてくるんで、今もこれ投げてるところ水面近くまでもうフサモが生えてるところなんですけど、フサモだったりとかあとエビモですよね。エビモみたいな縦長系のウィードだと結構潜られると取り込めない確率は高いんですよね。でその茎がこう縦長のウィードなんで茎がしっかりしてるせいですごいウィードの中突っ込まれるともう出てこないっていうことが多々あるんですけど、そういう時でもこの66の ML 使ってるとかなりキャッチ率は上がってくれますね。 TF の TFGP66 って結構これベンドが緩い感じなんですよね。で比較的スローテーパーに近い感じでバットまでしっかりスムーズに曲がっていくタイプのロッドなんですけど、それのおかげでまあキャストしやすいし、あとはその乗りがいいっていう、トップウォーターはまあ乗りが悪いこと結構多いんですけど、まあこのスローテーパーになってくれてるおかげでティップの入る量っていうのは増えてくれるんで、チップが入ってくれるので、まあ、そういう意味でも乗りはすごく良くなりますよね。あ、トップウォーターにはこのロッドが欠かせないですね。ちょっと移動しますわ。プロップペッパーやってちょっと水面までできらんかなって、この天気ですからね。この青い空なんでできらんかなと思ってちょっともう一個下のレンジですよね、
やるためにシャットシェイプの6を水中をジャークしてって言ってるんですけど、まあサクッと魚は反応してくれたんで、でシャットシェイプの6で使う運が6級の M ですね。 DAV GP69 の、まあこれもう琵琶湖じゃ絶対に必要なロッドですよね。何にでも使えるんで、こういうソフトジャークベイトとか、あと普通にこうズル引きするこのノーシンカーですよね。シャットシェイプ6とかをズル引いたりとかする時も使えますし、あとは普通のジャークベイトですよね。110とか130ぐらいまでの大きさのそういうジャークベイトとか、まあ、ライトテキサス、あとはなんだろう、コンパクトのスピナーベイトとか、まあ、かなり何でも使える竿なんで、もう必ず1本は持っておきたいロッドですよね。だからやっぱお客さんにもまず1本テクナ勧めるならこれが一番使う季節が長いんで、これを勧めることが多いですよね。あとまあ琵琶湖だけじゃなくて他のフィールドでも出番の多くなるロッドなんで、これはおすすめの一本ですよね。シェイプ楽いいや、ジャークがいいっすよ。やっぱしシャットシェイプ楽ですね。シャットシェイプの6のジャークですね。これがちょっとトップウォーターにできらないバスを食わせられましたね。おいしいよ。視界のどこかでチラッと見えるとと思って下からこうダーッと上がってくる。距離取ってた方がいいんですよ。だから離れたところから出てくるやつの方が乗りがいいんですよ。そう、勢いが違うから。近くを通っちゃうともう出ないですよね。見ちゃうから。そんな乗らない釣りでもない。シェイプ6よいしょ。今ねこれジャークしてジャークって言って止めてふーっと落ちていくときにグワンってくっついたんですけど、結構このウィードすごい水面まで入ってるんですけど、結構見えるところで食ったりするんです。これがね楽しいですバイトが見えるんで、この何の変哲もないねウィードジャングルの中からいきなりうわーって出てきてくれるんで、結構しびれます。これはこれシャットシェイプ楽楽しいです。よいしょ。どんどん釣れます。どんどん釣れます。シャットシェイプ6どんどん釣れます。